っておけ。今の龍騎はまともな会話ができる状態じゃない。ほら喧嘩。ここまで来て引き返すわけにいかないっしょ。どうやら絆はホラケンの暗部について何か知っているようだな。知恵だ絆。彼女がホラドリの秘密について何か知ってるかもしれないと。ホラドリ博士の研究所では非人道的なゲノム編集の実験が行われていました。それが例の。ええ、理事長室に置いてあったお父様の日記帳です。今朝お父様から頼まれて理事長室で探し物をしていました。その時誤って本棚の本を落としてしまって、それがこの日記帳だったのです。床に落ちた日記帳はページが開いていて、いけないと思いつつついつい書いてある文字を追ってしまって読んだのを後悔しました。そこにはとても恐ろしいことが書いてあったので、とある女の子がホラケンでゲノム編集されたと。でもなんでそのこと教えてくれなかったの？それはこれを読んでもらうのが一番早いかと思います。引き取られた家の名字は沖浦。水木。私はゲノム編集された子供。私のパパとママは本当のパパとママじゃなかったんだ。左半身だな。水木、大丈夫か？別に死体を見るの、これが初めてってわけじゃないし。そうじゃない。お前、昨夜は一睡もしてないだろ。精神的にかなり参ってるんじゃ。まあ、無理もないけどな。突然あんな事実を突きつけられたら、誰だって。大丈夫だよ。それはそれ。これはこれだから。とにかく今は、捜査に集中しよう。ここにあるのはホラドリの死体。この件について解明できれば、他のことも分かってくるかもしれないし。死体を調べる前に、まずはここにいる連中から話を聞いてみよう。
雑誌の占いコーナーを見てみよう。今日の私の運勢はと、気になるあの人に名前を覚えてもらうチャンス。私にも何が何だかさっぱり。一体どういうことなんですかね。 DNA の鑑定結果がすでに出ています。死体は間違いなくホラドリのものです。死亡推定時刻は昨日2月11日の20時前後。所持品は特にありません。前に教えませんでしたっけ。ん、聞いてないと思うけど。そうですか。じゃあ教えますね。私の名前は鏡と言います。そっか、鏡さんね。警察官の鏡になりたい。鑑識官の鏡です。手鏡大好きミラーマン。鑑識官の鏡です。だから私の名前はズバリ、その何でしたっけ。お餅じゃない。そっか、私の名前はお餅。言われてみれば確かにそんな気も。ホラドリですね。まったくとんでもないことになったものです。カレーライスですかね。そう、ちょっとは面白いこと言いなさいよ。せっかく話しかけてやってんだから。はい、すみません。いえ、残念ながらまだ何も。うんちです。は？自分はうんちが大好物なんです。お前は小一か。まさかこんな感じでホラドリの左半身が発見されるなんてな。こいつはマジで常軌を逸した事件だ。俺には理解不能だよ。朝一でジョギングしてた一般人が見つけた時、周りに人影はなかったらしい。そいつは今本庁で事情聴取を受けてる。まあ役に立ちそうな情報は得られねえと思うが、特になしだ。公園の監視カメラに不審者の姿は映ってない。目撃者もいねえし、お手上げだよ。何が。いや、そのメンタル的なやつとか。僕の方は全く。それより君の方こそ大丈夫。え、なんだか落ち込んでるように見えるから。そんなこと全然ないし。そうならいいけど、フリスビーでもしに来たと思う？一報を聞いて駆けつけたんだよ。僕は何としてでもこの事件を解決しなきゃならない。それが僕に課せられた使命だ。確かに捜査は難航してる。正直言ってかなり追い詰められてるのは事実だ。だけどだからといって投げ出すわけにはいかないんだよ。そんなことしたら伊達さんに顔向けできないからね。前に伊達さん僕に向かってこんなことを言ってくれたんだ。龍騎、お前はアビスのエースになれる人間だ。俺はお前のことを信じてるって。その期待を裏切るわけにはいかない。絶対にこの手で犯人を、テアラーのやつを捕まえないと。どうしたの。いや、なんか6年前のことを思い出しちゃって。
体どうしてこんなことに。いずれにせよ、あそこにあるのがホラドリの左半身なのは間違いない。石馬女子で見たホラドリの右半身、あれはその死体の片割れだ。とにかく一刻も早く事件を解決しないと。僕がやるしかないんだ。この僕が。それじゃあね。大丈夫かな、リュウキ。なんかテンパっちゃってるように見えたけど。まあ、あいつのことはほっとけばいい。それより水木、現場を調べてみよう。何か手がかりが見つかるかもしれないし。うん、わかった。よし、では始めるとしよう。この辺りをいろいろと調べてみるんだ。了解。ホラドリの左半身だ。分子レベルの細さで切断されている。他に外傷が見当たらないことから、それが死因になったものと思われる。犯人は同一人物、テアラーと見て間違いなかろう。言うまでもないが、ホラドリが殺害されたのはここではない。辺りに血痕が見当たらないからな。死亡推定時刻についてはさっき鑑識官が言ってた通りだ。昨日11日の20時前後か。一体どうして。石碑だね。水木、裏側もしっかり調べてくれ。え、何これ。死体の中に文字が。アルファベット型の金属プレートが埋め込まれているようだ。 RLE、 そう読めるな。これは鉄粉、活性炭、食塩水の混合物。要は使い捨て回路の中身だが、それが文字の形に塗られてるんだ。そいつが発熱してるから、こうしてサーモモードで見えるように。 AEF って書いてあるね。こっち何もなさそうだな。あの中、なんかあるみたいだけど。調べてみよう。風船だな。左右半々に塗り分けられてるね。半分が赤、半分が青か。中に何か入ってるみたい。ふむ、 X 線を使うまでもない。はっきりと透過して見えるな。水木、割ってみてくれ。了解。X が2つ。いや、2本の矢印が交差したもの、それが2つと見るべきだろう。うん。
ところで水木、石場女子で見つかったホラドリの右半身、その体内からごっそりと内臓が抜き取られていたこと覚えてるよな。うん。だがこの死体はそれとは異なる。内臓はしっかりと保たれたままだ。じゃあどうして立ってるの？死後硬直と気温のせいだな。全身がガチガチに固まっていて、おまけに石碑は氷点下で、切断面が石碑に凍りついているから。そっか。というわけで水木、一つ言ってもいいか？内臓はなくないぞ。私の心も氷点下だよ。かつて機械室だったものだ。昔は噴水のポンプを制御してたらしいが、今は使われていないと記録にはある。アルフリー専用の自販機だな。ノンアルコールのビール。水木、どう思う？死体や石碑に仕込まれた文字、風船の中の紙切れ、テアラーのやつ、私たちのことおちょくってるんだよ。これは明らかな挑発、あるいは挑戦と言うべきか。いずれにせよ、奴が謎を仕掛けてきているのは間違いない。水木、その謎を解くんだ。お前なら必ずできるはず。分かった、やってみる。これまでに入手した手がかりは3つ。石碑に記されていた AEF、 死体の中にあった RLE、 それと紙切れに書かれていたクロスの矢印だ。これらは一体何を示している？さあ考えるんだ、水木。なるほど、アルフリーか。だとすると、それに関連する場所を調べれば。
こだね。ああ、アルフリーはこの自販機で売られているノンアルコールビールの名称。テアラーがそれを示唆しているのは間違いない。要するにアルフリーを調べろってことだと思う。それじゃあ早速。待て、どうするつもりだ。もちろんアルフリーを買うつもりだけど。ダメだ、お前はまだ18歳だろ。でもこれノンアルコールのビールだよ。確かに未成年によるノンアルビールの購入は法律的に禁止されてはいない。だが各種機関がいろいろとうるさいんだよ。さしてくれ。じゃあどうすれば。しょうがない、こうするしかないか。ちょっと待った、このままでは取れ高が全く足りなくなりそうだ。取れ高？尺が余りすぎてしまうってことだよ。何の？私の大事なフィルムのだ。というわけで今この瞬間からカメラを回すとしよう。リハはなしだ、ぶっつけ本番。いいか、行くぞ。よーい、アクション。なんだかよくわかんないけど、まあいいや、行くよ。これアルフリーじゃない。開けてみてくれ。これは手洗いからの挑戦状か。上等だね、受けて立ってやろうじゃない。だが東京といっても広いぞ。一体どうやって探すつもりだ。そんなの決まってるじゃん、足を使って探すんだよ。